小野坂江口の声優プレイ。皆さん見てください、男前の声出してますよ。小野坂さん、何としたんですか。今日はそういう空気のちょっとコーナーを設けております。企画に合わせてやったんですか今の。当たり前じゃないですか、プロ中のプロ。発見です、プロ中のプロ。小野坂様&江口様は本当に一流か、第1回声優プレイ格付けチェックをやりました、僕らは、いや僕は三流声優ですよ、はい、だからこんな感じなんですもん。一流声優って花江くんとかでしょ。カンペに書いてあるんですよ。何無駄に高い買い物がお好きなお二人に、あらあら、庶民的なお店の商品と、うん、高価および職人が作った商品を比べて、どちらが高級品格安品なのか当ててもらいたい。スタッフの皆さんありがとうございます。さすがですね、僕らのことを分かっていらっしゃって。どうですか、無駄に高い買い物って言われてますよ。でも言われて妙です。言われて当たり前ですよ、江口さん。本当ですか、うん、無駄に高いものばっかり買いますもんね。いや 無駄にがいらないんですよ、その無駄にの部分。いるじゃないですか。えだって江口さん、高いものばかりを買っているお二人に言われると無駄に高いものばっかり他になってらっしゃいますよねっていう、やっぱりね、当たりが違うじゃないですか、まあ、言葉の当たりが、まあ、確かにスタッフさんの愛ですよ、はい、愛が込められていると。そうですよ、わそれはちょっと僕気づかなかったです。それちょっとすいませんでした。カメラが回ったらこんな感じですよ。夏にちなんだラインナップで、夏、夏を堪能できる仕様になっていると。 A、B、 2つの商品を比べていただくと、はい、2人同時に A、B どちらが高級か格安かの札を同時に上げてくださいと、はい、これは江口さんが A を上げた場合、僕は B を上げなきゃいけないっていうルールはないんですか。ないです、どっちかぶってもいいですし。かぶっちゃっても、でもテレビ的にどうなんですかね。テレビ的にはもしかしたら我々がただの一流っていうことがちょっと見せつけられてしまうことにはなってしまうんですけど。じゃあやっぱりかぶらない方がいいってことですか。江口さん、いや了解です。江口さんって分かります、高いもの安いもの。待ってくださいよ小野坂さん、言っても僕だってね、うん、先輩にいろいろなところに連れてっていただいて、おご馳走していただいてるんですよ。あらあら、これが本物だぞと。今までここに持ってきたものでこれが本物だぞっていうの一個もなかったですけどね。あの変な毛皮のコート、やめてください、変っていう変っていうのやめてもらっていいですか。毛皮でいいじゃないですか。どのぐらいの値段の差があるかっていうのも問題ですね。まあ、まあ、確かに、だってね、庶民のスタッフやからほら、もう5000円ぐらいで高いって言い出すじゃないですか。ちょっと僕はそれは分かんないですよね。5000円のワインと2000円のワインとかっつって、あ、まあ確かにそれはね、もうね、同じなのよそれ。さあ小野坂さん、はい、第1問はですね、何ですか。ポン酢でございます。あのアニメ制作会社の。それポン酢です。違います、ポン酢です。ポン酢、はい、一つはですね、うん、スーパーで買ってきた普通のポン酢、うん、いやいや、スーパーで買ったやつも美味しいですよ。美味しいんですけれども、もう一つはですね、なんと、うん、何何、職人が作り上げたポン酢でございます。すごい、さすがにいいポン酢ってもうあれですね、色がついてないんですね。かかってないです。え、あ、かかってないです。ただいま A、B、2つのポン酢、こちらの瓶はあれですね、あ、瓶は関係ないんです。宇坂さん、でも見た目はやっぱり分かんないですね。ちょっと待ってください、ですね、え、どうしたんですか。はいはいはい、ちょっといいですか、お借りして。はい、それをちょっと、はい、あー、江口さん、え、 A です。いや、宇坂さん、江口さん、 A なんです。これまだ口に入れてない状態でそんなことわかるわけないじゃないですか。あ、でも、あ、なんかこっちは、うん、あの残らないんですよ、工場で作られてる粘土が。でもこれなんか粘土残りますね、なんか果汁が入ってるか
あのエキスが入ってるかな違いだからポン酢って。いやでも分かんないですよこれ。そっち A ね。これが A です。そっち A。じゃあ右側に A と、うん、で左側に B。はい。あでもやっぱりかけた感じも違いますね。なんか A の方が濃いめ、B の方が薄めって感じはします。あ、僕 A だけでいいですか一応ね。一応もしかしたら、はい、間違ってるかもしれないもんね。はい、間違ってる、ってなるかもしれないですから、ね、B ってなるかもしれないですからもしかしたらお上手さあじゃあ、はい、いただきましょう。いただきます。いただきます。はい。これはね、でも難しいね、ぐちくん。いやお、これ、ゆず、かぼす、かぼすか、うん、うん、舐められてんのかな、だいぶうん、うん、うまっえんしくん、あの、この後まだ、はい、多国籍料理食べるやつもあるんであ、この後の動画のことをおっしゃってますか。え、うまっ。そんな胃袋に任せていくのやめてください。あ、うまっこれもう普通にやるんだったらもう A に決まってますよ。 A です。 A に決まってますよ。はい、正解は A でした。なんでもう早く言うなよ。もっとドキドキさせてよ。もうだってもう持てないわよそんなのもうさらったもう、はい、ドキドキさせてよもう少しなんか本当は違うんじゃないかしらみたいな、ま、これはちょっと分かりやすかったですね。こんな見ただけで分かっちゃうじゃないですか。いやでもさすがですね。もう揺らしただけで分かってらっしゃいましたもんね、うん、僕そっち見なくてこっち見ただけで分かりましたからこれはカボスなんですかね。なんかすごいやっぱり味がなんか複雑ですね、うん、こっちはやっぱりさっぱりとしたいつもいただいている感じのなんか涼しい感じになるというか。これはね、エキスなんです。香り付けとエキスなんですよ。こっちは果汁が入ってるからこういう味になるんですよね。なるほど。ただ足はもう早いですから。あ、そうなんですね。すぐ冷蔵庫。すぐ。あ、いやでもやっぱりさすがでございます。職人さんが作ったポン酢めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。第2問はですね、うん、花火でございます。花火？はい。できませんやん。え、どうやんの？食べんの？やっぱり。味で。味で。いや、今回あの映像で。映像って何？あの見た目の映像ですね。それはわからんよ、だって。実際ね、音とか香りとか手触りとか、うんうんうん、まさにそうです。そういうものでね、うん、感じ取るものだとは思うんですけれども、うん、一つはですね、うん、コンビニなどでも手に入る普通の。線香花火、はい、もう一つは職人が一本一本丁寧に作り上げた一箱40本入りで、はいはい、なんと1万円のあの金の箱にあったやつね日本の人が作ったやつ。もう見てわかるかな、ね、そんなにわかるものかなこれわざわざ撮ったんこれ夜に夜に撮ったんかいなこれ。あ、すごいな。あ、いいですね。夏を感じますね。カラマツからね、いやしだれに入るわけですよねこれ。こう 何回もその、風情を変えるっていうのが線香花火のいいところですからね。あ、なるほど。で職人さんはやっぱりこのカラマツからこうしだれになる時の、はい、その変わり方にもすごい気使うらしいですよ。へー。で玉になるじゃないですか、はい、こう玉になってからどれぐらい持つかっていうのがこの線香花火のいいものかどうかっていう違いらしいですね。腕の見せ所なんですね、うん、あ、ポトンってないんですね。 A の方 はお、 B もう B ですけれども、いやただ本当に味わってないからな、あかん、あここまではやっぱ分かんないですね。これでも玉がでかなるんちゃう、こっから。お、こう玉がでかくなると高いんですけどね。おお、まずはパチ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 ね、うん、やっておりますが、あれ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 、パチパチがそのまま、あ、おお、これは多分、はいはい、
いやでも俺が思ってたよりも、はい、玉がちっちゃいなと思って。ああ、え、これあれやってる、あのデタッチやってんの、デタッチしてこうちっちゃくしてる技術は使っていない。え、え、しぼみ方めっちゃ早いやん。嘘やろ。正解はっつってもう見出しちゃったりなんかして。え、ちょっと待って、まだわかん、え、もう一回 A 見ていいですか。もう一回見んの。もう一回 A 見ていいですか。もう一回見んの。もう一回 A 見ていいですか。勢いあるんだよな。あ、こっちの方多分玉でかいな。なんかでかいっすね。玉でかだな。でか玉っすね。でか玉だな、こっち。あれ A か。ちょっとあの あれちゃん高いからと思ってもう1本だけ出したんちゃう、もしかして2、3回実験してみた、やったのほんまに。あー細かいな、こっちは細かいっすね。まあまあまあ、わかんな、俺の知ってる高い線香花火とはちょっと違うな。やっぱり俺の領域までは来てないのかな。たどり着いてないんですかね、うん、でも僕はもうこれはやっぱり B だと思いますけど。やっぱりどうしますか。じゃないですか。あ、さすが江口さん勉強になります。いや僕も A 見た時はちょっと安っぽいなって思ったんですけど、はい、うん、はいはいはい、B の方がちょっと趣がある変化の仕方をしてたんじゃないかなと。はいはいはい、その変化っていうところに着目したわけですね、うん、A と B ということで、はい、別れたということで2回目にして別れました、はい、さあ正解はどちらでしょう。A でした。あ、これね、花花というね、1万円ですよ、ね、うわ、あ、ろうそく盾もついてるわ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。これが高い方やって。あ、こうなってるんだ。これが声優としての俺。これ江口くん。いやいやいや、これ江口くん。やっぱり江口さんってやっぱりすごいですよね。どっちもちゃんとはしてますけれども、江口さんってやっぱり何でも分かっちゃうんですね。いや、あの坂さんそんなことないんですよ。江口さんってやっぱすごい何でも知ってますよね。いやもう、いや、あの坂さんやめてくださいよ、もうたまたまでしょ。ひえー。3問目はこちらでございます。ビール、ビール、出ました。 A と B どちらがより高価なビールでしょうかと。 B、 ビールだけに。いやいやいや、そんな分かりやすいこと用意してないですから。こちら目隠しでビール。なんかすでにコップの形だけで言うともう、ね、A が美味しそうに感じてしまう。そうなんだ。丸いですから、なんか、あ、僕丸いんですよ、コップ。僕丸いんですよ、この。まずは、はい、A から飲んでみましょうか。はい、飲みます。いただきます。え、あ、うん、うん、うん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 、ビール嫌いやわ。そんなことおっしゃらないでください。わかりました、はいはいはい、うん、 B は美味しい。じゃあ B いただきましょうか。はーい、 B。 うん、あー、これはこれは、え、急激に変わりましたね。急激に変わ、なんでこんなさ、癖のあるビールにした？2つともめちゃくちゃ急激に変わりましたね。うん、まあまあまあ、 B 飲んだ後に A を飲むと味がもう分からなく
いや、さっきの例もありますから、もしかしたら癖がある方が安いのかもよ。いや、こんな癖作れないんじゃない？やっぱりこんなベルギービールあるかな。なんか、もうちょっとこのフルーティーっていうかさ、ブドウの香りしちゃうよね。あ、そうですね。ビなんかワインのワイン樽で漬けたみたいな、あの寝かしたみたいな、ちゃうかなこれ。A は本当にどんな食事にも合いやすいじゃないですけど、あの味を邪魔しない感じっていうのはあると思うんですけど、ビール単体でそうやな高いお金出していただくんだったら、やっぱこれぐらいパンチがないと。重いね、このビール。重いっすね。本当にこれ一つだけでなんか主役になる感じは。まあ俺は好きなタイプだけど、これ嫌いっていう人は嫌いかもな。確かにそれはあるかもしれない。ワイン好きな人はね、これ、はい、B がいいよね。 B 好きですね、うん、それでは、うん、せーので A か B か言っていただきたいと思います、はい、せーの B。 え、A。 え、いや今 B っておっしゃいましたよね今。でも江口さん、これは B ですよ。いや、これは B ですね。いや、B じゃないと困ります。絶対だな、これ。はい、確実にです、これも。もうもしこれ僕、うん、違ったらもう二度とビール飲まないですね、うん、もう。はい、はい、合ってますね。ああ、合ってた。びっくりした。あ、びっくりした。もうどっちを選んだか分からへんようになって。あ、でも全然濁ってない。なのにこの深み、なんだろう、いろんな。何これ。 A は、スペインビールですね。飲んだことあるなと思って、500円ほどで購入可能。これもだから高いですよ、500円ですから。あ、デウスね。で、 B はデウスというベルギービール、シャンパンビールとも言われてる高級ビールと。わー、デウスさん、はい、B、 はい、覚えないですか。いや、なんかそういうことなんだろうなっていうことですよね。アイディア食った時に俺が持ってきたビールです。ビールですか。これビールか。ビール、本当はビールって書いてある。ビール、シャンパン、これ色もね。はい、頑張りましょう。はい、小野坂さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、でもね、はい、Xさん、はい、こっちのビール、はい、めちゃくちゃ人気あるんですよ。はい、知ってるの。はい、知ってます。そっちのビール買えなかったんですよ。へえ。で、これの大瓶がすげえ値段で売られてて、はい、めっちゃうまいんですよ。はい、かたやデウスは一人で半分まで飲むとちょっと飲めなくなるぐらい、はい、重いビールなんですよ。重いですね、これは。なので、はい、どっちかっていうと毎日飲むならこっちかなって思います。これはちょっとね、あれですね、ちょっとずるい、ずるい。これはね、意地悪。意地悪、どっちも美味しいビールですもんね。こっち高級ビールって言って売られてたでしょ。ね、高いですもんね、だってね、うん、デウスはベルギービールでもものすごい変わったビールなんですよ。ほとんど作ってないやつなんで、だからこれを持ってきちゃうとな。こういうの違うんだよな。よかった、二度とビール飲めなくなるところだった。危な。そこが気になってたの。はい、もう今後一切口にできないところでした。今回はここまで。なんでこのやつやる前にビール飲ましたの。ダイタマのレポートのエグさん。はい、どんな感じですか。ホットプレート前のエグチです。2枚先になってきてる。3枚やからね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。